小売の、まあ、ったら楽器販売を行ってます。ミュージックランドキー心斎橋店です。役職は店長をやってます。シンプルなのがやっぱ好きですね。ポリシーとしてはやっぱ高すぎず動きやすく、まあ、あとはでもなんかそのでかいっていう感じのはあんま嫌いかもしれないですね。どっちかっていうと細身の方が個人的には好きっていう感じですけど、これはオーディオフライって言ってメーカーのやつなんですけど、これでもね、まあ、そんな高くないですよ。1800円とかそんなにこうなんですか、低音ばっかとかそんなんじゃないので、まあ、フラットに聴ける感じだったので、この業界にいるので、まあ、できる限りお得な で、まあ、できる限りある程度しっかり音質でとかってなってくると、これがまあ自分の中ではしっくりきたという感じですね。よく聞くやっぱトーとか、まあ、ちょっとこうギターインスト系であるとかっていうのがやっぱ多いですかね。もともと自分もギターを弾いてるんですけどっていうのがやっぱ多いです。あとは、まあ、結構アコギも好きなんで、なんかソロギター系のーアコギのギター、まあトニー・エマニュエルとか、なんかあの辺は結構好きですね。ちょっとね、今活動を少し停止しちゃってるんですけど、ウーマっていう、まあインストとか、まあ、打ち込みとかそっち系のバンドがあるんですけど、それはめちゃくちゃかっこいいです。店長になってから思うのは、あんまり値段で決めない方がいいのかなとか、うん、なんか結構多いのがすごいこうインディーズで頑張ってて、もっと上に行きたいからもっといい機材が欲しいから、じゃあやっぱりこれぐらいの値段のやつがとかっていう感じで言われるんですけど、俺はなんかちょっと違うような気もしてて、別にそんな高くなくてもやっぱり自分がやっぱりこれがええな音っていうのを基準、一番の基準にした方がいいのかなと。でそれをした方がやっぱり音作り的なところでもやっぱりその表現したいものっていうのが出しやすいんじゃないかなと。でそれがやっぱりお客さんにも伝わりやすいのかなと思うので、あんまりこうメーカーとか値段とかであんまり決めない方がいいのかなとは思えたりします。